こんにちは、福田カレンです、えー。東京での癒しフェアに引き続き、大阪の癒しフェアでも、えー、私が字幕と配給を担当する2作品、Foo、えー、We Are と気づきの一別の上映と、まあ、簡単な解説の、えー、講座をさせていただくことになりました。えー、字幕という、まあ、とても、えー、少ない文字数の中では伝え 切れないいろいろなまあ、思いを、えー、皆さんと共有させていただく、えー、ことができたらいいなと思ってます。そして今回はですねこの解説の講座のテーマを物質文明から意識文明へのこう時代の変容、えー、ということで、えー、お話をねしていきたいと思っているんですね。えー、というのもこのこのような 変化を私たちは今まさに、えー、経験しているところだと思うんです。そしてこの、えー、2作品ではこの物質文明から意識に基づく文明へのこの変容をスピリチュアリティの面からだけではなくて、えー、いろいろな科学者がそれぞれの、えー、研究の結果 をもとに、えー、私たちの本質っていうのはこの物質でもこの肉体でもなくて意識なんだっていうことを、まあ、いろんな、えー、角度からねあのー、あの語ってくれる、まあ、そういう映画になっています、えー、そしてですねあのー、私たちの私たちはね今この このこの私はまあ自我の、エゴの私として話をしているわけなんですけれども、本当の私っていうのはえ自我ではなくてセルフ。自我ではなくて自己。エゴではなくてセルフえなんですね。で、そのようなまあ普段のこの意識とは少し 趣の異なる意識っていうんでしょうか。まあそのことをいろんな、えー、純粋意識とか、まあ気づきとか、あるいは悟りなんても、えー、表現されるわけなんですけれども、そのような意識のところに分離はもうないんですね。二元性はないんです。というのは、純粋意識からは分離を認識できないからなんですよ。で、分離を た人間性を認識できないということは対立や争いやそして痛みももうないっていうことなんですね。でまあ悟りというとなんかすごく特別なことのように、えー、聞こえるかもしれないんですけれどもこれは誰でももともとそうだったいやそういう意識。 えー、だと私は思っているんですね。ということは、まあ、そこにまた戻るだけでいいんですね新しく手に入れるような、えー、種類のものではない、えー、と思うんです。えーまあ、そんなこともね、あのー、映画のまあ解説と合わせて、えー、お話ししていきたいと思います、えー。お目にかかれますこと楽しみにしています。